小田急線の豪徳寺です。改札口出て右の方へ行くとすぐにオールドネパールというネパール料理のお店がございまして、昨年大変な時期に開店してすぐに行列ができているという大変な名店でございます。こんなご時世なんで店内ではほとんど喋らないようにして黙々と食べます。松尾隆のカレーくねくね、今回は最近ひときわ注目を集めているネパール料理のお店を訪ねます。厨房がなんとなく雰囲気が見えていいですね。ヤギとキーマの合掛けをお願いしました。ありがとうございます。いいですね、ありがとうございます。アチャールと呼ばれるさまざまな付け合わせの惣菜と合わせたり、それぞれを食べたりしてバリエーションを楽しめるのがダルバートの魅力ですね。あれ、何かおっしゃいました？これはダルスープ、優しいお味です。これを最初に一口飲んで、その後ライスにかけるのが一般的な食べ方のようです。また何か言いたそうですね。あ、OK なんですね、よかった。ボーノ、何よりです。あら、ダイレクト。なるほど、まろやかなダルをかけて。いい音。後半になるほど食べ方がダイナミックになりますね。キーマ、旨味がね、強いですね、うん、チキンとソース、合挽きで、うん、結構粗挽きなので、で汁少なめなので結構絶対あります。ヤギも美味しかったですね、うん、ちょっとワイルドで、結構出してるお店少ないので、マトンっていうところみんな普通
か。あの、そうなんです。うん、山椒も効いてましたね。あれ、ファジャオと同じですか？ファジャオと同じ？ファジャオではないんです。じゃあないんです。ネパールの山椒。ティムルがね、これですね。ネパール山椒。ティムルというのネパール山椒。ちょっと、かかぶりかけて。あ、うん、ありがとうございます。はい、ちょっとピリッとするんですけど、うん、ファジャオほど後引きもしないんですし、あ、そうね、なるほど、面白いですね、うん、でもちょっとワイルドな感じしますね、なんかね、うん、らしいちょっと休みになる感じ、ありがとうございます、はい、さあ、いかがでした？美味しかった。うん、山岳地帯のならではのっていうのかね、野趣あふれるというか、ワイルドな感じの香りと旨味、インドとかパキスタンともスリランカも違うスパイスの使い方、やみつきになる味ですね。カレークネクネ、今回は豪徳寺のオールドネパールでした。